え、もうこれって流れるのは2月？2月ですね。最近さ、荒牧くんさ、何あのサムネイルか、72歳って連続じゃないの。確かに72歳だ。あんまり言わないで。なんか書道って実は先代が言ってたことに、70から本物になるっていうのね。じゃあ60代まで何やってんのってことになる。年を重ねるっていうのはもちろん体力は衰えるかもしれないけども、脳の中は別に年齢って関係ないんだなと。だからあまり、だから年を取ったっていうことを深く考えない方がいいなと言ってる今の本人がすごく年を取ったって思いながら喋ってるっていう、この矛盾です。え、何の話聞くよ。ご書体書いていただこうかなと思って。ご書体、ご書体。ああ、そうかそうか、ご書体ね。会所、行所、総所、令所、店所ですね。ああ、そうか。で、先生によく書いていただいてる龍、会所、行所を見てるんで、他の文字体も見たいのかなと思って。龍ってのは確かに書き慣れてるけども、じゃあ店所一発最初に書こうかっていうと書けないんですよ。なんか僕の中ではやっぱり会所から書いてみたいなと思いますので、気合を入れて会所を書きます。これが会所の龍。はい、行所。走者です。早いよね。すいません、これカメラ用に筆が側筆になってますけど、本当は直筆の方がいいんだけども、なんかラーメンの丼みたいな。可愛いですね。ロゴっていうかデザインっぽいっぽいんだよね。まさにその通りです。テンションもちょっといろんなテンションあるんだけど、とりあえず今日は電車です。皆さん、金文とかややこしい書がいっぱいあるんですよ。
また例のごとく深井君にちょっと書いていただこうかしら。はい、分かりました。俺よりうまく書くのよ。そういうことはないですか。大丈夫です。そういうことはもう、まあ、うまいと思ってる、まあ、自分で。じゃあちょっとバトンタッチしまーす。ちょっと筆が大きいので。何の筆それ。これかタヌキとかアナグマとかです。ムジナという字ですね。これは深井くんらしい、ね、こだわりが。これもこだわりだよね。なこだわりだね。ムジナは架空の動物なので、実際には、タヌキか、ハクビシンっていう、説もあるんですが、これはさっき、下ろしたばかりで、下ろしたての筆です。リハーサルなしで。どういう線になるかわからないってこと。なるほど。篆書とか隷書はこの短方が合うんです。短めのものですね。はい。これから書くのは篆書といっても、ごく古いもので金文とか甲骨文とかですね、まあ総じて全部合わせて、古文と言ってみたりするんですが、篆刻の人からすると、まとめて、古文にすると、まあ、まとめすぎで怒られるかもしれませんが、そういうごく古いものを書きます。これが竜の頭のところですね。これが角です。これが頭というか顔のところですね。はい、これが目玉になります。本当にそうなの。はい、そうです。そうです。あとは胴体から尻尾ですね。これはもう適当にもううねうねと。こんな感じでいかがでしょうか。うん、また全然違いますね。竜に見えますよね。ですね。解説しますと、てっぺんのところがですね、まあ、ここに点つけてこうなりますね。あ、これがこうこうなるわけですけれども。まあ、それにこうなるとこがこうですね。あとここのグリグリグリっていったのが、あとこうこうなってこうなってこうこうこう、これとこれで同じく見えるでしょうか。見えますね。でもね、はい、この線を求めるためには長方じゃ書けないわ。あ、なるほど。だから短方は短方の味が出るわけだよね。でなんかそれ筆がさ、良さそうな俺に書かせてくんね。人のものはみんなよく見えるんだよ。まあ僕が書くとみんな同じ見えるな。なぜこれが竜なのかよくわからない。これ見てると竜っぽい字なんか作れそうじゃないですか。ああ、確かに。でもすごいよね、この時代からこれを、はい、今のアートなんかね、はるかにいいよね。そうですね。紀元前からあるんだよこれ。究極になんか凝縮されてすごいよね。でもこれ書きやすいね、書きやすい。先生はハケみたいに使ってます。僕はハケなんで、こうやって最後ハケになっちゃうの。それはもう使い方だよね、これは。その人その人のね、これはね、まあっていうことですね。本当はここで楷書書きたいって言うと、もう時間がありませんって言われちゃうんで。あ、じゃあ次どうですか。次またお借りして短方 で、はい、逆に短いけどもっと短いのある。なるべく短方で書いてみようか。うね、じゃあ次回さ、短方と長方やりましょう。やりましょうっていうことでうまくつなぎました。本日はこれにて一件落着。はい、お疲れ様でした。だからこれすごく幼稚に見えない、こう見た時に。なんだか、でもなんかこれ天狗に髪の毛生えてるみたいな。君はそうやってぶち壊すんだよ。やりましょう。話ずれちゃうんだよ。